ハロー、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はプリンセスデー2022第2回配信を撮っていきたいと思います。レベル15クエスト、プリンセスデーに華麗な様変わり。ウルダハのマラベルはとても嬉しげな様子だ、ジュジュ。あら、シャンメイさん、もうすぐマスクドローズさんによる審査会が始まるわよ。よかったらデザイナーとして挑戦してみない？大丈夫。あなたが推薦したいモデルさんを選んで、その人のコーディネート、イメージを教えてくれれば、あとは私がそれに見合ったものを用意するわ。どんな人をモデルにお願いしたいのか、イメージが固まったら、改めて声をかけてね。どんな人も何も話しかけて選ぶのかな？さてさて、どんな人にモデルをお願いしたいか、お相手の方を教えてくれる？モデルとして誰を呼んでみる？上から順番に行きますか。凛々しい剣術師を呼んでみよう。誰になる？じゃあ上から順番に。凛々しい剣術師。わかったわ。それじゃあ早速その方に来ていただいて、一緒にコーディネートを考えてみましょう。あ、剣術師ギルドマスターですかね。あ、彼女ですね。急に呼び出して一体どうした、ミラさん。私がモデルを？これまでにない催しが行われていたのは知っていたが、まさかあの舞台上を私が歩くというのか。はい。剣闘試合を見られるのは慣れているが、あのような華やかな舞台となると話は別だ。私に務まるだろうか。いや、ミラさん美人ですから大丈夫ですよ。いや、せっかくの推薦なのだ。ここは覚悟を決めて試してみるか。これでモデルは決まりね。さあ、シャンメイさん、コーディネートの方向性を決めてちょうだい。なんと答える。1、華やかさと凛々しさの両立。2、普段の印象とは正反対。これね、両方見たいな。これね、両方見ちゃっていい？華やかさと凛々しさの両立をまず見たいです。わかったわ。私は衣装を用意してくるから、モデルさんは心の準備をして待っててね。ガッツポーズがね、凛々しいですね。うんうん、ぴったり。それじゃあ行ってらっしゃい。どうだどうだ、まずは凛々しく。ああ、素敵。また青色が合いますね。参加していただきありがとうございました。それではマスクドローズさん、審査をお願いします。うちに秘めた気迫がビシバシ伝わってきて圧倒されそうだったわ。剣術師ギルドのギルドマスターとして、どんな強敵にもひるまず立ち向かっているミラちゃんにこそとてもお似合いのコーディネートね。すごい、あんな動きをするんだ、ミラちゃん。ただ歩くだけなのにこうも緊張するものなのだな。対する相手がいない分、目のやり場にも困ってしまった。だが普段と違う衣装も悪くないな。新鮮な気分を味わわせてもらったよ。お前たちのおかげで、これまで気にしてこなかった衣装にも興味が湧いてきた。声をかけてくれたこと、感謝するぞ。ポーズは凛々しい。いやー、ミラちゃん可愛いですね。
の報告かな。モデルさんたちも楽しんでくれてよかったね。私も一緒にコーディネートを考えられて面白かったわ。他にもコーディネートしたいモデルさんがいたら声をかけてね。また一緒にコーディネートを考えましょう。お、コンプリート。じゃあね、ちょっとここでもう一回、さてここで今度は2番の普段の印象とは正反対、これはめっちゃ可愛い感じですかね。どうでしょう。おお、メイドさんみたい。だいぶ印象違うね。普段目にしないような一面が見れて、なんだかこっちまでドキドキしちゃったわ。剣術師として戦うときは別方向の美しさ、その魅力を全力で引き出してくれている素敵なコーディネートだと思うわよ。みなちゃん可愛いですね。特にセリフは一緒ということでつかね。この辺も一緒だね。ポーズかっこいい。ちょっと脳筋な感じがね、いいですね。というわけでミナちゃんはここまでかな。他のメンバーもこの後つけておきますかね。ここで熟練採掘師を呼んでみましょうか。アダルフェルトさん、来たー。好き。アダルベルダさん、鉱石の発注依頼なら採掘師ギルドの方で聞きたいんだが。な、この私をモデルにしたいだって。なんだか楽しそうな催しをやっているのは知っていたけれど、まさか私に声がかかるなんて思わなかったよ。でもなんだか面白そうね。一つコーディネートってのをしてもらおうか。よし、じゃあ残りは一緒かな。あ、ここからですね。なんとかなる。ほら、もう両方見ますよ。まず1番、普段と違う採掘師姿を見てみたい。あ、採掘師の姿だけどちょっと方向を変えて。なるほどなるほど。採掘場にいたら鉱石じゃなくてあなたに釘付けになってしまいそうな魅力的な格好だわ。あなたに採掘されるのを待つ宝石たちにも劣らない輝きっぷりよ。マスクドローズさんのね、あのコメントがね、なかなかクロートですね。いやでも女性をね、あのジュエリーに例えるのはなかなか良いですね。こうして注目を一身に浴びることなんてないから、なんだか少しむずがゆい気分だよ。でも選んでもらったこの衣装とても気に入ったわ。このまま着て帰りたいぐらい。声をかけてくれたおかげで貴重な体験ができたわ。ありがとう、二人とも。イエーイ。ぐんぐんや。さて、ここで職場から離れた私服姿の感じに、ぜひ見たいです。似てるだ。
薄暗い坑道の中で見つけたひときわ美しく輝く原石、そんな印象ね。あなたのファッションから採掘の魅力に気づかされることになるなんて、さすがは生粋の採掘師といったところかしら。あ、でもさっきカジュアル系だったから今回もうちょっとドレッシーでもよかったかなって思うけど、これはこれで可愛いね。セリフは一緒ですね。可愛い。よし、どうしようかな。今回ちょっと短いけど、残り3人控えてますんで、今回ここまでにしておきたいかなと思います。ではまた次回配信で続きのメンバー見ていきたいと思います。では失礼します。